はい、レオンです。今回はね、今回も DT ウルトラ2からね、こちらを紹介したいと思います。このしめじっていうアプリなんですけどね、キーボードを編集するアプリなんだけど、これ写真動画着せ替えで写真とか動画できたんだけど、ちょっと今できなくなってますね。なぜか知らないけど、これ押したら編集できるんだけど、ここでこれで、このこういった明るさとかね、明るくしたりこうやってできるんだけど、ぼかしとか透明度とか色変えたり、文字の色変えたり、こうやってで、これは形、これが装飾、これが音の列、こうやってできたりするんだね。こんなもんだな。はい、今回ね、Google Play Store から新たにダウンロードインストールしたキーボード編集ソフトアプリのしめじダウンロードインストール、DT ウルトラ2にね、ダウンロードインストールして、そのしめじの紹介ですね。あと、よろしければチャンネル登録のもぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。はい、失礼します。